どうも、秋です。栄冠9やっていきましょう。はい、では9年目、秋の地区大会続きやっていきましょう。次は2回戦ですね。はい、もうすでに選抜の可能性はあるんですが、まあこれに勝てば、はい、選抜確定になるというところで頑張っていきましょう。いや、前回かなり痺れる試合だったんでね、引き続き頑張っていきたいですね。はい。よーし、行くぞ。で、あれですね。皆川が対左下がっちゃったんで、ちょっとプロ野球選手止まりましょうと。オッケーオッケー。ちょっとお褒めの言葉は見ておきたいっすね。ノリノリオッケー。キャッチャーノリノリオッケー。うちのはまあいい。オッケー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 。よし、オッケー行きましょう。今4が多いな。4を使いましょうか。はい。さあ、選抜確定にしたいぞ。頑張るぞ。白石、山内、西野も内気なんですよね。じゃあ西野にしよう。やっぱ内気を注目選手にするのかなりいいわ、前回思ったけど。はい。で、野手で西野をあえての2番に持っていきます。で、須田が絶好調で3番、池上が5番。池上5番っぽくないな。深井が5番がいいか。あ、深井の方がもう打撃いいな。池上結構下げないと。これそうだな。じゃあこれでいきましょう。はい。石田の方が調子いいけど、山内、まあ山内スタートだな。 OK、 勝山絶好調、いきましょう。いやー、これね、夏甲子園出れなくて暗黒期かって言われてたんですけど、これで選抜確定にして、また選抜優勝すれば普通に波に乗ってる感じになると思うんで、うん、暗黒期には入らない。男マネは暗黒期の始まりなんて言わせない。やっていこう。よっしゃ、いいぞ。うん、相手に恵まれたぞ。まあ油断はできないですけど、そんなに強くはないですね、正直。バッテリーも全然だし。よし、オッケー。で、ちなみに西野は、打ち気ダメでしたね。まあ、2年の間はあんまり魔物にならないんで、本当に前回は助かりましたね。あれ、魔物じゃなかったらと考えると、本当に怖いぞ。あれがもし魔物じゃなかったらもう、ね。まあ、西野が打ってくれましたが、あのチャンスを魔物で作ってるんで。って、やばい。先制された。先制されたぞ。やっぱ油断はならないな。ただ球数は結構多いんで、まあ、結構攻めてはいるはず。よーし、西野いいな。さすが去年からレギュラーだっただけある。この選手素晴らしい。下の名前はカナです。やっていきましょう。おい、やばい。勝山の調子が悪い。ほんと油断ならないな。前回のチームの方がよっぽど強いんだけどな。しかも勝山の調子もいいのに。まだスタミナが切れるようなイニングではないっていうことを考えても、本当に分かんないんって難しいな。でも OK、 1点を取ってるんで。さあ、矢部くん頼む。救世主矢部くん。よし、矢部くんナイス。ここでもう1本出てくれれば。矢部くんがほんといいぞ。うわ、勝山代打は違うな。まあ精密をここであえて使うか。じゃあ、よし、 OK。 阿部日は弾道固定なんで関係ないと。 C69、 盗塁は D。 これは走りたい。1球待て。うわー、ファーストランナーをちらっと見て、第2球、ランナーキャッチャー送球、2塁セーフ、高校チーム。さあ、頼む、勝山打って。うわーお、大丈夫、まだ5回です。はい、
よしよし、オッケーオッケー。2点差5回ならまだ何とでもなる。西野、ただちょっと西野がね、今回打ち気魔物ではないんで、須田はどうだ、須田は。じゃあ セーブ。よし、オッケー。ワンアウト1、2塁、ナイスナイス。4番山内、闘魂使おう。ここは強振のままでいいかな、プルヒもついたし、これで。まあ、1点取ってはいるんでね。うわ、なんかシフト引かれてた今の。うわ、くそー、マジか。いや、マジかマジかマジか、やばいやばいやばい。いや、栄冠むずいな。ほんと栄冠ってむずいゲームだな。何も戦術をまだ使わせてくれてないんですよね。こっちの切り札を切らせてもらってないんで、どうしようもないぞ。あと2イニング。よし、オッケーオッケー。あー、でもランナー進むな。ここは堀口勝ち運持ってるんで、投げさせたいですね。これは前進しないと絶対ダメ。怖い。ちょっと待てよ。これはちょっと一回カードを変えたい。最悪フォアボールは OK だ。よし、 OKOK、 ナイス前進守備 OK。 これでツーアウト。バッターの能力見よう。あー、まあ普通でいいな、そのままで。さあ、勝ち運持ってるピッチャーがマウンドに上がった。これで、あー、てかあいつも勝ち運持ってるのか。そもそもエースも持ってますね、つけたわそれは。よし、 OKOKOK、 ナイスピッチナイスピッチ。スリーアウトチェンジ。頼む、パワヒ。キャッチャー左投げだぞ、舐めてるぞ相手キャッチャー。勝とう。よし、パワヒセカンドまで行こう。ナイスナイス西野。で、須田、魔物。うわ、魔物じゃない。阿部ひ、よし、オッケーオッケーオッケー。ノーアウト1、3塁でかい。オッケーオッケー。で、この人盗塁できるんだよな。ウエスト、1球目で本当は走りたいんだけど、ウエストありますもんね、全然。いいよ、いいな、送球し。あー、ちょっとこれウエストあったらさすがに危ないんで、1球待てだ。オッケーオッケー。ここで走ろう。よっしゃ、しかも疲れたぞ。投球これから2球目。2塁送球はどうだ。あ、ちょっと危なかった。オッケーオッケー。頼む、山内打って、4番の仕事をここで果たし、4番結構ダメだな。4番にスクイズあったな今の。あ、こいつがホームラン打ってるのか。深谷期待。じゃあ深谷マジ期待。よしよしよし、惜しい、もうちょっとで抜けてた。1点返した。頑張れ池上、頑張れ池上。よし、抜ける抜ける抜ける。よっしゃ、バレバレバレ。よっしゃ、追いついたぞ追いついたぞ。さあ、こっからどうしていくか。下位打線なんだよな、白石か。あ、でもお祭り使えるか。代打もそこまでの選手が残ってないことを考えるとどうしたらいいんだ。まあ、チャンス A なんで、だったら白石がまだ一番いいんじゃないかな。あ、でもそうか、チャンス A はみんなにつくんだ、ここじゃ。そっか、それ考えたら代打でもいいけど、
そしたら石田の守備が怖いな。外野の石田の外野守備が怖いんで、やっぱいろいろ考えてやめよう。よっしゃよっしゃ、ナイスバッティング、ナイスバッティング、オッケー、素晴らしい。魔物なしでよく頑張ってる。で、矢部くん、矢部くんもそうですね、くせ者使えるんだったらそのまま打たせるべきだな。これ意外性働くよな、この場面。パワー上がる、いぶし銀でミートでもいい。よっしゃー、このイニング素晴らしい攻撃が。やべ、ナイスバッティングです。高校チームなお。いや、堀口代打だな。堀口の勝ち運聞いてたんだな多分。いや待って、代打石田か。代打石田にしよう。ツーアウト。で、ダイソー矢部君に対して稲垣出します。強心臓、一球まで挟もう。待て、よし走れ。よし、 OK。 さあ石田、ここで打ってくれ。よし、よし、回れ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 。よっしゃ、オッケー、ナイスバッティング。石田やっぱいいな、石田が素晴らしい。で、石田に対してダイソー富田、皆川がノーヒットか。皆川が3割いってないんですね、意外と。まあショートとして守備上げてますからね、守備面での活躍もあるんで、まあまあまあ。二塁タッチはセーフ。サードの右、一塁送球。いやーでも本当全員野球だな。ベンチメンバーがいい年は強いんですよね、こうやって。これがなんか総合力で戦ってる感じがあるな。じゃあまた最後一人ずつ出すと。あーでも、そっか、外野が切れたのか、これで。あ、いるっけ？あ、外野いるか。オッケー、これでとりあえずユーサー出して、もう一人いるよな、外野。サブポジ外野がある選手が一人いますよね。北林、オッケー。こうやって、オッケー。で、最後また一人ずつ投げようと。いやー、エーカンナイン楽しいな。この試合はさすがにハラハラしたな。8回までずーっとチャンス作れなかったからな。あのソロホームラン1本っていうことですよね、要は。よし、オッケー。あ、これバグですね。大内じゃないぞ。よくあるバグだ。うん、最後に志賀出したいな。じゃあ、神保から。でも、神保も強いな、普通に。もう3年生ってか、2年生とそんなに遜色ないぞ。よーし、ナイス、神保。よっしゃ、また全員野球ですね。またみんなの力で勝てるやつだ、これ。ちょっとただ、中継ぎ陣の信頼度が低いな。もうちょっと中継ぎもしっかり育てていかないと、選抜は厳しいかもしれないですね、これでは。オッケー、ナイスゲーム、本当に。これは素晴らしい試合だった。魔物なしで。あのイニングの5点、素晴らしかったですね、あの攻撃。これはみんなで勝ち取った勝利だな。よっしゃー、選抜出れる。暗黒期突入かと思ったけど。本当に、おのおのの選手がいい働きをしてくれましたね。まあ、コンバートもうまくはまって、守備が本当、内野の守備陣が本当に良かったなという、まあ、感じを受けましたね。はい。オッケー、よっしゃ、いい感じ。ナイス、これは本当にナイスゲームでした。はい。で、ちょっとドラフトはね、キリがいいので、次回の動画でやろうかなと思うんですが、ちょっとここからね、秋以降に向けてのオーダーを考えておきたいんですよね。で、まず育成としては、この勝山。はい。最後なんだ、これは。
スライダーですね。このスライダーを5にして第2ストレートを覚えさせますと。そう、まだ第2ストレート覚えさせてなかったんですよね。なのでもっと強くなります。この勝山いいですね。期待です。はい。で、あとのピッチャー陣は、この堀口も555にしようかなと思うんですけど、できるな。555にしよう。はい。で、志賀は444。うん。いやーでもその中間を取って445でもいいんだけどな、堀口。伸びはいいか。伸びいいだったら変化球を上げた方がいいと思うんで、そうですね。こいつ555にしよう。で、志賀に関しては、444で、まあ、球速も上げていくと。OK。で、まあ、あとショートは守備を中心に上げていって、西野はバッティング中心でいこうかなと。まあ、チャンス B を生かすべく。うん。ここから、そうだな、肩、補給、C は行くと踏んで、うん。バッティング中心で上げていこうかなと思います。池上は、まあ、全体的に、この選手は全体的に上げていく感じですね。まあ、オール A 付近を目指していく。オール A は厳しいと思うんですけど、オール A 付近を目指していきたいと思います。で、外野やっぱ総力上げておいてよかったですね。結構盗塁できたんで、この大会で、この二人が。はい。っていうところで、オーダーですよね。オーダーがもう山内じゃなくて、はい、石田を使います。まあ、山内も強いんですけど、ここぞっていう場面のね、代打でも使えるんで、はい、こっち置いておけばね、いいと思います。で、生活熱血感か。性格が熱血感なので、まあ、ミートをここからずっと上げようかなと、まあ、いうところですかね。はい。まあ、一応、肩守備とかも上げれば、ショートもできるんですけど、まあ、別にショートに対してなんか、代打とかを出すこともそうないと思うんで、まあ、これでいいかな。はい。山内は最強の代打にしましょう。うん。で、育成をという感じになればこうします。はい。で、打順ですよね。なので、やっぱ西野が4番ですね。チャンス B なんで。まあ、ここから誰がパワーヒットつくとかでね、また変わってくると思うんですが、おそらく西野が4番がいいと思います。結構打ちましたしね、この大会。で、まあ、皆川1番は間違いない。盗塁 C、走力 S。まあ、で、ミートも良くて、左打ち。2番、須田もいいと思いますね。魔物もいいし。ただちょっと魔物の打順をね、話したいっていうのはあるんですけど、まあ、イニング、違うイニングで使えばいいから、まあ、これでいいか。で、池上がどうやら3番じゃないっぽいんだよな。はぁ、あ。まあ、5番深江、3番池上か。オッケーオッケー。で、6、7、8が1年生と。まあ、これが一番バランスが取れるのかな。で、石田がバッティング中心でおそらくこっから上げていくので、守備職人、ファーストで守備職人か。まあ、いいや。守備がちょっと低い分をここで補ってもらおう。で、補給が謎に60にもなっていますと。はい。まあ、守備もうちょっとオフの期間で上げてもいいかもしれないですね。まあ、ただ基本的にはバッティング中心で育てていきます。はい。やんちゃなんでね。OK。うん。で、矢部白石の打順もそうだな。悩ましいけど、まあ、徳能が白石の方がかなりいいんで、白石を上位で使おうかな。やっぱりこの二人はまずは総力を上げる方が面白いですね。まあ、代打はいくらでも代打候補がベンチにいるんで。って考えると、この北林、外野のサブポジしっかり取るのもありな気がするな。まあでもそれは1年生入ってきてから考えましょうか。はい。OK。という感じになりますね。で、まあ そうだな、山内外野のサブポジ取るのはありですね。外野がこれベンチ見るに少ないんで、そうしよう。山内は外野のサブポジ取りましょう。はい。ここからね。この選手はもう、代打しか基本的には活躍する場がないんで、まあそれ以外で活躍を求めるなら、サブポジ外野をつけて、まあうまく回すという形がいいんじゃないかなと、まあ思いますね。ということで、起用法設定で、山内を代打にしてあげると。OK。で、ここがまあ、ダイソーですね。稲垣。よし、いい感じ、OK。これで選抜頑張って戦っていきましょう。これでね、うん、1年生3人をレギュラーに出しつつ、育成もやりつつやっていければかなりいいと思いますので、よっしゃ。ちょっとね、天才もいなくなって、特能もかなり少なめの台で暗黒期に入るかと思ったんですが、まあ本当にいい2試合でね、はい、戦っていくことができましたね。選抜もぜひ頑張っていきましょう。というわけで、今回もご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい。
よっしゃ、いや、栄冠ナインね、楽しみっていう人はぜひとも高評価よろしくお願いいたします。まあ、高評価の数がかなり多ければ、春夏連覇した後も、この WBC 高校ね、しばらく続けていこうかなと思いますので、はい、実況のね、継続お願いしますという方はぜひとも高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。